キリテ王国、通称イエメン王国は、1918年から1962年までの間、現在のイエメン北部に存在した国家。首都は当初タイズにあり、後に、サナーニ、センタ。シーア派の一派、ザイード派のイマームが897年にイエメンに拠点を置き、その子孫のラシード家から出るイマームが、時には他の王朝の支配下に置かれながらこの地を統治してきた。 1918年10月30日に、当時のイマームであったアルムワッタキル、ヤヒアムハンマド・ハミード・ティーンが、オスマン帝国からの独立を宣言し、王政を敷いた。1958年に、アラブ連合共和国との間で、アラブ国家連合を構成するが、1961年に、シリアが独立したことに伴いアラブ連合共和国が、崩壊したため解消した。 1962年に王政が打倒されて、反アラブ主義を掲げた、新政府イエメンアラブ共和国が成立した。なお、王政派はサウジアラビアに亡命政府を樹立し、イエメンアラブ共和国政府との間で1970年まで内戦が続いた。正式名称はアラビア語で、アルマムラカ、アルムタワッキリーや、アルヤマニヤ。英語表記は、 ミューティワキーライトキングダムオブイエーメン、あるいはミューティウェイクライトキングダムオブイエーメン。通称、キングダムオブイエーメン。日本語の表記は、イエメン・ムタワッキリテ王国。通称、イエメン王国。1947年9月30日に国際連合に加盟した際、イエメン王国はイエメンを代表する国家として、加入した。これは、当時イエメン王国がイエメンを名乗る。 唯一の国家として存在していたためである。ただし、王国崩壊後に成立したイエメンアラブ共和国は、南イエメンがイエメンを名乗る別個の国家として独立したことで、相対的に北イエメンと通称されるようになった。その影響から、今日ではイエメン王国をイエメンアラブ共和国から歴史的に訴求して、北イエメンと称することもある。1934年、 サウジアラビアとイエメン王国が交戦状態となった。停戦時に結ばれたターイフ条約は国境線の確定を先延ばしにするものであり、国境線は20世紀を通じて曖昧な状態が続いた。ありがとうございます。